キーワード聞き流しで覚える中学受験歴史をご視聴いただきありがとうございます明治時代の日清戦争日露戦争不平等条約改正明治時代の文化のキーワードを聞き流しで覚える動画ですそれでは早速始めましょう日朝修好条記1876年日本と朝鮮との間に結ばれた 日本にとって有利な不平等条約は、日朝修行条記です。政官論に敗れた、西郷隆盛と板垣大輔が政府を去ったすぐ後、1875年に、日本が起こした事件をきっかけに、日本は朝鮮を武力により開国させ、1876年に、朝鮮にとって不利な不平等条約である、日朝修行条記という条約を結びました。新、中国。 日本と朝鮮が日朝修行条件という不平等条約を結んだ当時、朝鮮は新中国の支配下にあり、朝鮮の支配権をめぐって日本と新が対立するようになりました。交互農民戦争。1894年に朝鮮半島で起きた大規模な農民の反乱を交互農民戦争と言います。日本と新が対立を深める中で起きた交互農民戦争を 沈めることができなかった朝鮮政府は、新に援軍を求めました。日本も、新の援軍に対抗して、朝鮮に軍隊を送りました。日清戦争。1894年に起きた交互農民戦争は、日清戦争のきっかけとなりました。朝鮮政府の要請で朝鮮に軍を派遣した新に対し、日本も朝鮮に進軍しました。朝鮮が戦場となるのを恐れた、 朝鮮政府と反乱軍は和解し、交互農民戦争は終わりましたが、日本と新の両軍は、その後も軍を退けず、対立が続き、日清戦争に発展しました。日本、新、ロシア、朝鮮。漁夫の理は、フランスの画家、美合によって描かれた、日清戦争の頃の外交関係についての風刺画です。風刺画には、朝鮮の支配権をめぐり、 対立していた日本都心、南下政策で朝鮮への侵略を狙っていたロシアが登場します。朝鮮を魚に見立て、釣りをする日本都心、釣り上げた魚を横取りしようと、それを橋の上から伺うロシアの様子が描かれています。日本。日清戦争に勝利した国は、日本です。日清戦争では、朝鮮半島から満州、 中国東北部にかけての地域が主な戦場となりました。日清戦争は、近代的な軍備を持つ日本軍の勝利に終わりました。講和会議。講和会議とは、戦争を終結し、平和を回復するための講和条約を結ぶため、戦争当時国が集まって開かれる会議のことです。下関、山口県。日清戦争の講和会議は、 1895年に山口県の下関で開かれました。下関条約。1895年、下関で開かれた日清戦争の講和会議で結ばれた条約を、下関条約と言います。日清戦争に勝利した日本は、1895年に、新から利口将らを招いて、講和会議を開き、下関条約を結びました。 日本からは、伊藤博文と、六宗光が代表として出席しました。下関条約の主な内容。新は、朝鮮の独立を認めること。新は、両党半島を日本に譲ること。新は、台湾と宝庫諸島を日本に譲ること。新は、賠償金、2億両、約3億円を日本に支払うこと。日清通商公開条約。 不平等条約を結び、違い方権などを認めること。三国干渉。ロシアを中心とする三つの国が、日本に対して、両党半島の返還を要求したことを、三国干渉と言います。ロシア、フランス、ドイツ。日本に対して、両党半島を返還するよう、三国干渉を行った国は、ロシア、フランス、ドイツです。 南下政策を進めていたロシアは日本の動きを警戒し日本に対して両党半島を返還するようフランスとドイツを誘って要求しました。三つの国に迫られた日本は要求を受け入れ両党半島を真に返還しましたが日本国内ではロシアに対する反感が高まるようになりました。イギリス日清戦争の後 ロシアのアジア進出の脅威に対抗するため、日本と同盟を結んだ国は、イギリスです。中国や朝鮮をめぐって、利害が一致する日本とイギリスは、南下政策を取るロシアのアジア進出に対抗するため、1902年に同盟を結びました。日英同盟。日清戦争後の1902年、ロシアのアジア進出に対抗するために、 日本とイギリスが結んだ条約のことを日英同盟と言います。日清戦争後、ロシアは満州や朝鮮に勢力を伸ばしたため、日本との対立が深まるようになりました。また、アジアに植民地を持っていたイギリスも、ロシアのアジア進出を警戒していました。利害が一致した日本とイギリスは、1902年、日英同盟を結び、ロシアの南下に対抗しました。 日本、イギリス、ロシア、アメリカ、朝鮮。家中の国は、フランスの画家、美合によって描かれた、日英同盟の頃の外交関係についての風刺画です。風刺画には、朝鮮を国に見立て、朝鮮に進出していたロシアに対し、イギリスとアメリカが日本をけしかけている様子が描かれています。イギリスは、日本をロシアと戦わせ、 ロシアの力を弱めようと考えていました。そして、朝鮮をめぐる、ロシアと日本の対立は、ますます深まっていきました。日露戦争。1904年、朝鮮や満州、中国東北部への進出をめぐり、対立を深めていた、日本とロシアの間で起きた戦争のことを、日露戦争と言います。日清戦争と同じく、 朝鮮の支配をめぐる対立から戦争が始まりました。予想を裏切り、日本は苦戦しながらも、戦争を有利に進め、重要な拠点であった、旅順などを占領しました。日本海海戦。1905年、日本海の津島沖で起きた、日露戦争で最大の海戦のことを、日本海海戦と言います。当時、世界最強だったロシアの切り札、 バルチック艦隊と日本の連合艦隊が戦い、日本の連合艦隊が勝利しました。東郷平八郎。日本海海戦でロシアのバルチック艦隊を破った日本の連合艦隊を指揮したのは東郷平八郎です。セオドア・ルーズベルト。1905年日露戦争の講和を仲介した人物はアメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトです。 地上戦でも日本に敗れ、バルチック艦隊も敗北したロシアは、戦争続行は不可能と判断しました。また、膨大な費用を費やしていた日本も、戦争続行が困難な状態でした。戦争の継続が難しくなった両国に対し、アメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトが、講和の仲介を行いました。ポーツマス、アメリカ。日露戦争の講和条約が結ばれた場所は、 ポーツマス、アメリカです。ポーツマス条約。日露戦争の講和条約のことを、ポーツマス条約と言います。日本とロシアは、1905年、アメリカ大統領のセオドア・ルーズベルトの仲介により、アメリカのポーツマスで、ポーツマス条約を結び、日露戦争は終結しました。アメリカの仲介により、日露戦争は終結しましたが、 戦況から判断して、勝利したのは明らかに日本だったため、講和条約も、日本に有利な内容になりました。ポーツマス条約の主な内容。ロシアは、韓国における日本の優越権を認める。ロシアは、旅順、大連を含む、両党半島の咀嚼権を日本に譲る。ロシアは、南満州鉄道の権利を日本に譲る。ロシアは、 南カラフトを日本に譲る。ポーツマス条約では、下関条約の時とは異なり、ロシアが賠償金の支払いを拒否し、日本は、それを受諾したため、日本は、賠償金を得ることはできませんでした。日比谷野球打ち事件。日比谷公園で開かれた、ポーツマス条約に反対する国民集会に集まった人々が、警官や新聞社などを襲撃した事件のことを、 日比谷焼打ち事件といいます。賠償金を得られなかったポーツマス条約に反対する集会は、全国各地で行われましたが、東京の日比谷公園で開かれた集会は最大のものでした。党幹部。日本が韓国を支配するために置いた役所を、党幹部といいます。ポーツマス条約によって、韓国の支配権をロシアに認めさせた日本は、韓国との間に保護条約を結び、 韓国を準植民地としました。その統治のための役所が、東韓府です。伊藤博文。韓国に置かれた東韓府の初代東韓は、伊藤博文です。安純軍。1909年、伊藤博文を暗殺したのは、安純軍です。伊藤博文を初代東韓として送った日本は、韓国の軍事や外交などを、日本の手に収め、 1907年には、韓国の政権も握りました。それに対し、朝鮮民衆の抵抗が盛んになり、1909年、伊藤博文は、韓国人の青年、安順軍によって暗殺されました。韓国併合。伊藤博文が暗殺された事件をきっかけとして、1910年、日本が韓国を植民地としたことを、韓国併合と言います。これ以降、 韓国は、1945年の日本の敗戦まで、日本の完全な植民地となりました。韓国併合後、日本の支配に対する抵抗も多く、各地で反日運動や独立運動が起こるようになりました。岩倉智美。1871年、江戸時代末期に欧米諸国と結んだ、不平等条約改正の交渉のため、政府は、岩倉智美を代表とする、 岩倉施設団を欧米に派遣しました。岩倉智美を代表とする施設団は、大久保利道、木戸高吉、伊藤博文などを含む107人で構成されました。施設団は約2年かけて、アメリカやヨーロッパ各国を訪問しましたが、日本の法律が整備されていないことなどを理由に話し合いには応じてもらえず、欧米諸国を視察して帰国しました。6名間、政府は、 不平等条約の改正に向けて、日本の近代化を諸外国に示すため、1883年に東京の日比谷に、六名館を作りました。六名館では、毎晩のように外国の役人を招いて、華やかな舞踏会が開かれました。ノルマントン号事件。1886年、和歌山県沖でイギリスの貨物船ノルマントン号が沈没し、 イギリス人の陸民は全員救助されましたが、日本人乗客は全員死亡しました。この事件を、ノルマントン号事件と言います。日本人に対して十分な救助活動をしなかったノルマントン号の船長は、領事裁判権によりイギリス人領事に裁かれ、軽い罪に処されました。これがきっかけとなり、不平等条約改正を求める声が高まりました。補足。 領事裁判権とは、外国人が罪を犯したときに、日本の裁判官が裁くのではなく、駐在している領事が、犯人の国の法律で罪を裁くというもので、1858年に結ばれた、安政の5カ国条約によるものです。欧米諸国は、当時の日本が、法律が未発達であったことを根拠に、違い保権を認めさせました。 1886年のノルマントン号事件以降、日本は、六名官が外降から、領事裁判権の撤廃に向けて、法整備を進める方向に変更し、1889年に大日本帝国憲法を制定し、さらに民法や刑法を制定していきました。法律が整備されたこと、また、日清戦争や日露戦争に勝利したことが、不平等条約改正につながっていきます。 ムツムネミツ1894年、日清戦争が始まる直前、イギリスとの間で領事裁判権、違法権の撤廃に成功した外務大臣は、ムツムネミツです。イギリスに続いて、各国との条約も改正されましたが、関税自主権はまだ回復できませんでした。小村寿太郎。1911年、 アメリカとの間で関税自主権の回復に成功した外務大臣は、小村寿太郎です。これにより、日本は欧米諸国と対等な立場に立てるようになりました。キート。幕末に欧米との貿易が開始された時、日本の輸出品のうち、最も多くの割合を占めていたものは、キートです。明治時代になると、キートの生産量はさらに増えていき、 キートを生産する製紙業は重要な産業になりました。富岡製紙場。政府は、製紙業の近代化を進めるため、フランスから蒸気機関を利用した機械を導入し、群馬県に富岡製紙場を作り、1872年に創業を開始して、キートの大量生産を始めました。第一次産業革命。日清戦争の頃の、 製紙業を中心とする軽工業が大きく発達するようになった変革のことを第一次産業革命と言います。八幡製鉄所八幡製鉄所は下関条約によって新から得た多額の賠償金を使って現在の北九州市に建設され1901年に創業が開始されました。第二次産業革命日露戦争の頃の 鉄鋼業を中心とする重工業が大きく発達するようになった変革のことを第二次産業革命と言います。足尾鉱毒事件。栃木県で発生した日本初の郊外事件は足尾鉱毒事件です。渡瀬川。足尾銅山から流れ出た鉱毒が渡瀬川に流れ込み、流域の森林が枯れ、洪水により田畑が鉱毒で汚染され、大きな被害が出ました。 田中正造。農民たちを救うために、この問題を政府に訴えた、地元出身の衆議院議員は、田中正造です。政府は、汚染が広がった、谷中村を、渡らせ有水地にし、洪水を防ぐことで、解決を図りました。人物のまとめ。東郷平八郎は、日本海海戦で日本の連合艦隊を指揮し、 ロシアのバルチック艦隊を破りました。セオドア・ルーズベルトは、日露戦争を仲介したアメリカ大統領です。伊藤博文は、韓国に置かれた、党官府の初代党官です。安潤軍は、伊藤博文を暗殺した韓国の青年です。岩倉智美は、不平等条約改正のため、欧米に派遣された岩倉使節団の代表です。六宗光は、 イギリスとの間で、領事裁判権、違い法権の撤廃に成功した外務大臣です。小村寿太郎は、アメリカとの間で関税自主権の回復に成功した外務大臣です。田中正造は、足を鉱毒事件の問題を、政府に訴えた、地元出身の衆議院議員です。北里柴三郎。破傷風の治療法を発見したのは、北里柴三郎です。 死垣よし。キセキリ力キ菌を発見したのは、志垣よしです。野口秀夫。野口秀夫は、アフリカで黄熱病の研究を進め、研究中に黄熱病に感染して亡くなりました。夏目漱石。夏目漱石は、坊ちゃんや、我が輩は猫であるなどの作品の作者として有名です。よさの秋子。君に賜うことなかれ、乱れ髪の作者は、 よさのあきこです。君氏にたまうことなかれという詩で、日露戦争の戦場にいる弟を思いやり、戦争に反対する気持ちを表現しました。滝連太郎。工場の月や、花などの曲の作者は、滝連太郎です。西洋の音楽が学校教育にも取り入れられました。黒田世紀。代表作の古範や読書などで知られている。 西洋画で活躍した人物は、黒田聖域です。フェノロサ、オカクラ天心フェノロサと、オカクラ天心は、日本の文化、芸術の価値を見直し、伝統的な日本画や仏像を保護するために活躍しました。壺地ウチ小説神髄の作者は、壺地ウチです。双葉天使名。浮雲の作者は、双葉天使名です。 樋口一葉。竹倉部や濁り絵の作者は、樋口一葉です。森王外。舞姫の作者は、森王外です。島崎藤村。若菜衆の作者は、島崎藤村です。石川拓木。一役の砂の作者は、石川拓木です。人物のまとめ。北里柴三郎は、破傷風の治療法を発見しました。 死垣吉は、セ赤キリ菌キを発見しました。野口秀夫は、黄熱病の研究を進め、黄熱病に感染して亡くなりました。夏目漱石は、坊ちゃん、我が輩は猫であるの作者です。与謝野明子は、君氏に賜うことなかれ、乱れが実の作者です。滝蓮太郎は、工場の月、花などの曲を作りました。黒田聖域は、湖畔、古藩 読書などの西洋画を描きました。フェノロサ、オカクラ天心は、日本画や仏像の保護で活躍しました。ツボウチは、小説神髄の作者です。双葉天使名は、浮雲の作者です。ヒグチ一葉は、竹倉部、濁り絵の作者です。森鴎外は、舞姫の作者です。島崎闘村は、若菜衆の作者です。 石川拓墨は一役の砂の作者です。今回は明治時代の日清戦争、日露戦争、不平等条約改正、明治時代の文化についての学習でした。このチャンネルでは地理、歴史、公民、理科、国語など中学受験に役立つ動画を多数公開しています。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。 ご視聴ありがとうございました。